3番の楽譜。エニグカイト・ウントレイ・ヒト・ウント・フライハイトの歌詞で始まる。1番の歌詞において歌われる地名、フォンデア・マース・ビス・ワンダイ・メーメル。フォンデア・エッチ・ビス・アンデン・ベルト。マース側からメーメル側まで。エッチ側から、ベルト海峡まで。国家として採用された、当時のバイマル共和国時代のドイツの領土ナチス。ドイツ時代の領土現在のドイツ連邦共和国の、領土。 ドイツの歌、または、ドイツ人の歌は、ドイツ連邦共和国の国歌である。この歌は、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1797年に、神聖ローマ皇帝フランツ2世に捧げた、神よ皇帝フランツを守りたまえのメロディーに、1841年に、アウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラース・レーベンが、ヘルゴラント・字まで読んだ詩をつけたものである。なお、 同じメロディーはオーストリア帝国、続くオーストリアハンガリー帝国でも国家として使用したが、こちらの方がハプスブルク家の皇帝ともども元の神よ皇帝フランツを守りたまえを引き継いでいる。この歌詞は黒、赤、金の旗と共に権威主義的な処方を倒して君主成果での自由主義的な統一ドイツをもたらそうと、 した1848年のドイツ3月革命のシンボルとなった。ドイツ帝国崩壊後のバイマル共和国時代に正式に国家として採用された。第二次世界大戦敗戦による連合軍のドイツ占領を経て1949年に西ドイツに西側諸国の承認を得て設立されたドイツ連邦共和国では3番の実を公式なものとし、 1990年11月にドイツ民主共和国を統合した際、3番のみを公式とすることを確定した。ただし、現在でもドイツでは国家に関する正規な法律は制定されていない。なお、ドイツ国家はハイドンのオリジナル版や、それに続くオーストリア・ハンガリー帝国のバージョンと比べ曲を若干修正し、 都庁長から辺保庁長に変えたバージョンを採用している。1815年以降、主にドイツ語が話されていた地域は39の国家からなり、ウィーン会議ではこれらの諸国家が結集して、ドイツ連邦を結成することが決まった。だが、当のドイツ連邦にはそのすべてを束ねる、国家元首も、全体を統括する役所や、法律もなく、共通の経済、関税制度。 軍隊も保持していなかった。そのため、批判的知識人は、こうした、商法乱立と両方君主権の撤廃と、ドイツ民族の統一国家建国を公然と、主張していた。当時、作詞者、ホフマンフォン・ファラースレーベンは、反体制的な詞春を発行したということで、教弁を取っていた大学から追放されて、各地を放浪していた。その頃まだ、 英国領だったヘルゴラント島へ向かう船に、偶然フランスと英国の軍楽隊が同乗し、英国国家、女王陛下万歳と、フランス国家、ラ・マルセーズを演奏していた。当時ドイツという国はなく、ドイツ連邦というものがあるだけで、国家も、統一国家もなかったため、彼は、大きなショックを受けたという。そこで、ホフマンは、ヘルゴラント島での休暇中に、当時は、 夢物語と言われていたドイツ民族の統一を願ってこの歌詞を作詞し、直後の9月4日にハンブルクの出版社、フリードリヒカンペが初版を出版した。この時、メロディーはハイドン作曲、ゴッドエアハルテ、フランツデン・カイザーを借用した。一番における、世界のすべてのものを超えるドイツの国よ、という言葉には、もともと、 ホフマンのドイツ民族の統一を悲願する意味が込められていたと言われている。この歌が初めて公開の場にて演奏されたのは1841年10月5日のハンブルクで行われた大末行列に際してであり、公式の席で初めて歌われたのは1890年にヘルゴラント島がアフリカのザンジバル島との交換で再びドイツ領となった時であった。 しかし、当時はまだ国家となるまでには至らず、1871年のドイツ帝国成立時にはそれまで広く知れ渡っていたラインの守りに変えて皇帝陛下万歳を非公式ながら国家とし、1918年の帝政崩壊まで使用した。一方、この当時からすでに一番の歌詞が行き過ぎであるとの批判が絶えなかった。これはドイツ帝国の時代でも、 マース川流域は大半がフランス内しベルギー国内であり、エッジ側はオーストリア・ハンガリー帝国とイタリア王国を流れ、ベルト海峡はデンマークにあったことが理由である。第一次世界大戦後、ワイマール共和国時代の1922年8月11日、社会民主党政権が正式な国家として制定した。この時点では国家という名称は使用されなかった。 これに対して、フリードリ・ヒエーベルト大統領は、式典の挨拶で以下のように述べた。統一と正義と自由。ここで歌われている、この三つの言葉は、ドイツ内部の分裂と抑圧の時代に、ドイツ人すべての威嚇切なる希望を表したものである。これらの言葉は、今後もより良き未来の構築に向け、困難な道のりを歩む我らの座ウの命となろう。また、 ワイマール共和国時代には一時期4番が作られたがすぐに人々から忘れ去られた。その後アドルフ・ヒトラーが政権を掌握してからわずか数週間後にナチス指導部はこの国家をナチスの党家旗を高く掲げようと組み合わせ2番と3番を演奏禁止にした上で最初に国家1番を歌い次に 旗を高く掲げよう歌うを公式とし、ナチスドイツ時代ではこの二つの歌を連続して歌うことが実質的な国家とされた。この時、ナチスが一番をドイツ人の優越や領土拡大を目指した解釈に変更したため、第二次世界大戦後は歌詞が軍国主義的である。歌詞がナチスドイツの覇権を正当化するもので、覇権主義の野望が盛り込まれている。 戦後ドイツの領土ではなくなった地名が含まれており、外国を刺激するという批判を受ける原因になった。第二次世界大戦後、連合国を始めた国の人々からは、ドイツの歌は、ナチスの共進的人種差別と、世界制覇の野望を強烈に表す象徴と見られており、連合軍は、ドイツの歌を禁止にして、処罰の対象とした。しかし、 1948年に、ボルフスブルクで、ドイツ帝国党の集会の時に、その金を破ってこの歌が再び歌われた。ドイツ連邦共和国の初代連邦大統領となった、テオドール・ホイスは、この歌に関しては、政治家も、占領軍も、ドイツ人のこの歌に寄せる強い思いをおそらく、歌唱評価していたと、後に述べている。そのため、 西ドイツ建国直後に早くも複数の党の議員たちがドイツの歌の1番から3番までを国家とする議案を提出した。西ドイツではナチスドイツ時代に使用されたこの国家を引き継ぐのに抵抗を感じ全く新しい国家を制定しようとする試みがあった。ホイス大統領は民主的国家としてのドイツの新たな始まりを明らかにするために 新しい国家が必要であると考えていた。そのため、まずは1950年8月に、ドイツ人の歌に代わり、イッヒハブミヒエアゲーベンを代用し、それと同時に、詩人のルドルフ・アレクサンダー・シュレーダーと作曲家のカール・オルフに、新しい国家の制作を依頼した。オルフが断ったために、代わって、ヘルマン・ロイターが、新しい国家、ラント・デ・グラフ・ボンズ、 ドイチェスラントを作曲し、1950年の大晦日に初演されたが、国民からは全く反響がなく、受け入れられなかった。さらに、1951年秋に実施した世論調査では、西ドイツ国民の3、4がドイツの歌を再び国家とすることに賛同し、また、約1、3の国民が将来1番の代わりに3番を歌うことに賛成した。しかし、 ドイツの歌そのものへの連合軍の禁止措置はなおも続いた。コンラートアデナウアー首相はすでに国家の問題の難しさを痛感しており、1950年4月に議会で自らドイツの歌を明らさまに歌い出し、議員の大半が感動して共に3番を歌った時には同席していた連合軍幹部たちは驚きと不快感を牢にし、 すぐに大きな政治問題となった。それでもアデナウアーは1951年初め、自身の75歳の誕生日の式典において、ボン視聴者の外階段に並ぶ人々に一緒にドイツの歌3番を歌うように促した。最初、楽団は予定になかった歌の演奏を拒否したが、アデナウアーは最後にはその意思を通して演奏が行われた。これを契機に、 1951年10月、キリスト教民主導盟家カーアルスルーエ支部は、ホイス大統領に対して、ドイツの歌の禁止処分を解き、3番だけでも、ドイツの伝統を組んで国家としての扱いを受けるべきで、あると、全会一致で要請した。その後も、連邦政府の広報において、アデナウアーは、この歌ほど、ドイツ国民の心に深く根ざしているものは他にないと、解き、 ボイス大統領との書簡を往復させた後、アデナウアーは1952年5月にその意思を通した。このようにして、当時の流行歌を用いたり、ベートーェンの第9を代用したりしたこともあったが、どれもこれといったものが出てこなかった。その後、西ドイツがオリンピックに復帰するにあたり、偶然にも3番の歌詞が、東西に分断された祖国の統一を願う詞として、 最適ということになり、1952年に3番を歌詞として、再び正式に国歌と決められた。一方で、これにより、国歌に昇格したのが、この歌の3番のみであったのか、この歌全体であったのかに関して、法律家が、冷戦終了まで論争を繰り広げたが、結論がつかず、1990年3月に、連邦憲法裁判所が、3番のみが、 警報によって保護されると判断して決着がついた。ドイツの歌は、1990年の東西統一後も、引き継がれ、1991年11月に、リヒャルト・フォンバイツ・ゼッカー大統領と、ヘルムト・トコール首相との間で、40年前のホイス、大統領とアデナウアーシ首相との歴史的、往復書簡に準拠して、ドイツの歌3番を統一ドイツの国家と宣伝する。 胸の合意が、所簡の往復でなされた。しかし、ドイツ連邦共和国における国家に関する正規の法律は未だに策定されていない。新生ローマ帝国の境外化と解体以降、ドイツ語圏の諸法が一部を除き小国に分裂していた状況に対して、ドイツ人たちが同じ言葉を話す人々が集まり統一国家を築こうと立ち上がり、 ドイツ語圏を統一すべきとの悲願が込められている。当時のドイツ連邦はドイツ語を話さない民族の住む地方を多く抱える一方で、例えば東プロイセンのようにドイツ語が優勢な地域が除外されていた。一番はドイツ語話者の多い地域をドイツという国民国家へまとめ上げることを目指しており、言語と国民国家の範囲を一致させようという19世紀の ナショナリズムを反映した歌詞である。歌詞にあるドイッチュランド、ドイッチュランド・ウーバー・アレスは、本来は上実の通り、当時の39の国家すべてを超越したドイツ人の統一国家を築くことへの願いを込めたものであった。マース川は、現在はオランダ領であるリンブルフを貫いて流れる川で、ドイツ語の最西部の方言リンブルフ語を話す人々が住んでいた。 メーメル川は、東プロイセン北部を流れる川で、ドイツ語圏の最東北端といえる地域であった。エッジュ川は、現在は、イタリア領だが、中級世紀当時はすべて、オーストリア帝国の領域であり、特に上流の南チロルはドイツ語が優勢な地域で、今でもドイツ語圏の最南部である。ベルト海峡は、ドイツ語圏の最北部であり、デンマークの俗領でもある、 シュレースビヒ公国の東海岸にあるが、公国南部のホルシュタインに住む民族ドイツ人は、デンマーク支配への反感を強めており、貴族をめぐるシュレースビヒホルシュタイン問題が起こっていた。ナチスドイツ時代には一番のみを国家とし、ドイツ人の優越や、領土拡大を盛んに呼びかけた。しかし、第二次世界大戦後、上述のような批判を受け、また歌詞にある、 マース川からメーメル川まで、エチュ川からベルト海峡までは、ドイツ統一時には、ドイツ領であったが、第二次世界大戦後に失われた領土であることも、あって、二番と共に流されず、三番のみ流れる。当時、またはそれまでのドイツの文化、歴史について書かれている。ドイツのワインは主にライン川流域で生産されているが、ナポレオンによる、 ドイツ支配体制が敷かれていた1807年当時では、ラインサガン地域は、フランス帝国の直轄地であった。ラインウガン地域においても、同盟を形成させ、フランスの管轄下に置かれていた。ナポレオンの出脚後は、ウィーン会議を経て、ドイツ連邦内に組み込まれた。歌詞の内容がもっぱら言葉遊びに終始していることや、女性差別と解されることから、 正式に採用されていない。ドイツ民族の統一に対しての展望が書かれている。歌詞中にあるフレーズ、エニグカイト・ウントレヒト・ウントフライハイト統一と、マサヨシと自由は、ドイツ連邦共和国の標語となっている。1989年に、ベルリンの壁が崩壊した時、街の至るところで3番が歌われたという。また、 11月9日の西ドイツ連邦議会ではニュースの一報が入り各派の演説の後に議員らが自発的に3番を歌っている。第一次世界大戦後敗戦国である当時のドイツではフランス占領軍に対する国民の不満からドイツの国家としての正当性の主張が求められた。そんな中アルベルト・マッタライという人物によってこの歌詞が作られた。 内容は、苦難の時も常にドイツは正義であることを歌うもの。この4番は、ナチス時代には歌われており、比較的知られていた歌詞だった。しかし、相当アドルフ・ヒトラーの自殺とともに、ナチス第三帝国は、完全に滅亡した。それから、年月は経過し、ドイツ国民から次第に忘れ去られていったために、幻の歌詞となってしまった。4番は、 決して法的に禁止された歌手ではないものの、やはり現在のドイツでは一般に知る人間は少ない。オーストリア人ハイドンがハプスブルク家の皇帝を賛美するために作り、ハプスブルク家統治下のオーストリア帝国国家でもあった曲がドイツ国家となっていることに釈然としないオーストリア人は多い。これに対してドイツ側の見解は概ね次の通りである。最近では 同じ論法で、モーツァルトを史上偉大なドイツ人として検証しようとしたドイツのマスコミが論議を巻き起こしており、議論は収まりそうにない。一方、オーストリア国内でもドイツ民族主義が急進しており、祖国ドイツよと歌詞で強調される、この歌を交渉する右翼学生もウィーンでは目につく。オーストリアが名実ともに、 ドイツの中心的存在であった時期に作られた、この曲がオーストリアを除外した、ドイツの国家として、現在も使用されていることは、かつての大ドイツ主義、ドイツ民族主義を微妙に揺さぶる要素をはらんでいる。この他に2018年時点、ドイツ政府の男女共同参画を担当している社会、民主党系の女性ジェンダー活動家が、歌詞の内男性を示す、父なるの除外や、 兄弟の語の置き換えを提唱し、論争となっている。保守系政治家をはじめ、女性のアンゲラ・メルケル首相も反対を表明している。なお、オーストリア国家では2012年、息子たちに、娘たちを付け加える、歌詞変更が行われている。メロディーは、1802年頃には、英米で 3B 化として採用されており、これは、 トフマンフォン・ファラース・レイベンによる愛国家の作詞より前のことである。メロディーの使用例として日本キリスト教団賛美歌194番、境に満ちたるが挙げられる。原歌詞はアメージング・グレースで有名なジョン・ニュートンによる。神が治める天のエルサレムを称える内容であり、皇帝参加とは関係がない。日本キリスト教団の最新の賛美歌集には、 採用されなかったが、日本福音連盟新聖歌145番、旧聖軍歌362番367番などでは、引き続きこのメロディーが使用されている。国家と賛美歌が同じメロディーを用いているために生じた問題もある。エホバの承人も、1905年から1938年頃まで、この賛美歌を歌っていた。 ナチスによる弾圧が強まった1933年の6月、ドイツの信者らはベルリンで抗議集会を開催したが、開会の歌がこの賛美歌であった。これは後にナチス怪獣のために国歌の曲を歌ったと批評家から指摘されることになった。エホバの承認側は1905年以来賛美歌として歌ってきた曲が後からドイツ国歌とされたと反論している。 さらに、批評家からは、教団のドイツ五番歌集に初掲載されたのは1928年で、ドイツ国家となった1922年より、後と指摘されたが、しかし、ドイツ国家はナチス大統前から存在すること、当時、エホバの承認の活動が政府の監視下にあったこと、当時の翻訳はタイプライターなどを使って手作業でなされたことなどを考え、エホバの証人側は、 こうした非難は事実無根であると反論している。ありがとうございます。